ヘイマーケット事件。ヘイマーケット事件は、1886年5月4日に、アメリカ合衆国シカゴ市で発生した暴動。後に、国際的な命令が創設されるきっかけとなった事件。逃亡中の一人を含めたアルバートパーソンズら9人のアナキストが起訴され、6月21日から裁判にかけられた。被告人らは、皆が無罪を主張したが、検察側は、 被告人らが共同防御の末に全死カゴを爆破すると決め、5月4日の爆弾テロに至ったと主張した。しかし、裁判では共同防御の存在は立証できず、爆弾を投げた実行犯が誰であるかさえ特定できなかった。しかし、判事は、陪審団に対して被告人らが過去に暴力行為を推奨してきた以上、爆弾を投げたのが誰であるにせよ。 被告人らは責任を逃れられないと語った。8月20日、陪審団は3時間の合議の後に被告人7人に対して公私刑を1人に対して懲役15年を表決した。裁判をやり直しを求めた弁護側に対して判事はこれを却下し被告の誰かが爆弾投的に加わったかあるいはそれを予想したかどうかは枝葉の問題である。 売信員評決を覆すことは、無政府状態の導入につながると述べた。11月10日の朝に、死刑囚の一人が自殺し、同日夕方に二人が無期懲役に減刑された。翌11月11日、4人の死刑囚は処刑された。処刑された中の一人のジョージ・エンゲルは、公死刑が執行される直前に、アナーキー、万歳、と最後の言葉を残した。 事件から6年が経過した1892年6月25日、イリノイ州知事のジョン・ピーター・アルトゲルドは、被告人らが疑う余地なく無罪であり、処刑された4人は冤罪であったと認め、獄中に残されていた3人の囚人を無条件で釈放した。事件の引き金となったストライキデモの発生日である5月1日は、国際的に命令として設定されたが、アメリカでは、 合同の記憶を再び呼び起こしかねないとして、9月の第1月曜日をレイバーデーとして設定している。ありがとうございます。